皆さんこんにちは、ジェフィーです。今日はですね、僕がトリリンガルになった過程を完全公開します。初めましての人もそうじゃない人も改めましてこんにちは、ジェフィーです。僕はですね、一応トリリンガルと名乗らせていただいております。というのもですね、日本語、韓国語、英語を話すことができます。まあ、レベルとしては日本語がネイティブレベルで、韓国語、英語は日常会話を話せるというレベルです。これだけ聞くとね、なんか日常会話話せるぐらいでトリリンガルとか名乗ってんじゃねえよっていう声も来そうですけども、まあ僕の中ではある言語を話せるっていうのは、まあ、誰かの話を聞けて、それをまあ瞬時に理解してすぐ言葉を返せる、まあ、これがまあ話せるっていうことなんじゃないかなと思っております。まあ日本の YouTube を見てると、すごい普通に話せてる人でも、もう発音が汚いとか全然文法間違ってるとか、まあ、いろんな人いるんですけど、まあ、そんなことは置いとけと。僕はそんなことよりもちゃんと相手とコミュニケーションを取れることが大事だと思っています。なので、まあ自称ですけども、一応トリリンガルと名乗らせていただいております。まあって言ってもね、一応客観的なスコアがないと、こいつ本当に話せるのかって疑問に思っちゃう人もいると思うので、まあ、参考までに僕のレベルは、まあこんな感じですよっていうのを示しておくと、韓国語に関してはすいません、ちょっとスコアがないです。というのも、僕の親韓国人で、家で韓国語をかなり聞いてて、まあ、それに伴ってですね、韓国語で話し返したりっていうのがあったので、ちょっと特別に試験は受けていないです。まあね、近々ちょっと韓国語能力試験を受けたいと思っていますので、その際にまた、そこのスコアの部分は、発表したいと思います。で、英語に関しましては、TOEIC910 点と、あと TOEFLIBT92 点と言いました。決してどちらもものすごく高いというスコアではないと思いますけれども、まあ、一応客観的なスコアを、示しておきます。スコアにプラスして、さらにちょっと韓国語と英語で簡単に自己紹介の方をしてみたいと思います。じゃあまずは韓国語から。안녕하세요여러분저는도쿄에살고있는제피라고합니다저는일본에서태어나고자랐기때문에제모국어는일본어입니다잘부탁드립니다では続いて英語の方で自己紹介したいと思います。 Hello guys, my name is Jeffy. I was born and raised in Japan. But my nationality is South Korean since my parents are from Korea. Nice to meet you all.さて、では、本題の方に入りたいと思います。今日はですね、僕がどうやってトリリンガルになったかというその過程を完全公開するんですけど、まあ、まず日本語ですね。日本語、これはまあ僕にとっての母語です。僕はまあさっきも言った通り、親が韓国人なので、まあ、僕も韓国人なんですけど、韓国人でありながら、日本で生まれて、日本で育っているので、日本語は完全にネイティブです。もう保育園から、大学院まで僕卒業してるんですけど、全部、日本の学校に通っています。なので日本語はネイティブです。はい、じゃあまずですね、韓国語を話せるようになった過程からお話ししたいんですけれども、まあ言ってもね、普通の日本人とはやっぱり状況が違うわけですよ。というのも先ほど言ったように、親が韓国人なので、韓国語に触れる機会はもちろんたくさんありました。まあ、ただですね、僕も皆さんと同じように、日本の学校にずっと通っていたので、韓国語の勉強をしたことはありません。単純にその、親が韓国語を話せるってことで、まあ、インプットの機会はめちゃめちゃ多かったんですけど、はい、その点以外は本当に皆さんと一緒です。それでもね、韓国語に関してちょっとお前チートだろっていう風に言われちゃうかもしれないんですけど、僕の両親日本にもう二十何年も、ほぼ30年前ですかね、30年前日本に留学に来て、それからずっと日本に住んでるんで、家でも普通に日本語を話しています。なのでですね、全て僕に話してくる言葉が韓国語というわけではなくて、もうかなり日本語もあります。なので、本当に年がら年中ずっと韓国語ってわけじゃないんですよ。で、まあ、5歳6歳ってこう、まあ、どんどん大きくなってって、まあ、その時ぐらいからちょうどこう韓国に行った時の記憶とかが、まあ、頭の中にあるんですけど、僕が覚えてる一番古い記憶の中では、韓国に行った時に全然本当に韓国語は話せませんでした。親戚が僕に何か話しかけてきてるんですけど、ああもうなんかどうしようみたいな、か何返そうかなみたいな感じでした。で、1週間ぐらいその韓国にステイをしていて、でなんかある時多分なんかこう話し始めたんですよね。おじさんおばさんとか、まあ、他のおばあちゃんおじいちゃんとかが話した言葉を多分そっくりそのまま真似して返してたって感じですね。例えばなんですけど、まあ「踊り棒目しみに」って聞かれて、例えばこれまあ今日は何食べたいっていう風な意味なんですけど、カルビこぎとか、まあ、カルビ肉お肉みたいな感じでこう言うわけですよ。そしたらこう「そうなんだね、カルビ食べたいんだね」とか「あお肉食べたいんだね」っていう風にこうコミュニケーションができて、あ伝わったなっていう、僕ちゃんと話せるようになったなっていう風にこう認識し始めるわけですよ。で、本当もうそれのトライアンドエラーの繰り返しですね。もう何回も聞きまくって、それをそのままコピーして話す、これですね。
で、これをやっていった結果、基本的な日常会話は話せるようになりました。この時の僕のその言語学習の状況っていうのを僕が今客観的に認識するならば、状況察知能力が多分恐ろしく高かったです。というのも、まあ、その意味がバーって言葉は言われて、もうその意味がわかんないんで、もうその相手の全てをこう見るわけですよ。他にこう何か、なんかヒントがないかなっていう感じですね。例えば相手が俺ウォームクシミにってこうやって笑いながら言ってたとしたら、何か僕にいいことをしようとしてくれているみたいな。少なくともこの人は怒ってないし悲しんでもいない、ただ喜んでいるか、なんかいいことをしようとしてくれている、その幼い僕でもわかるわけですよ。まあ、こういうふうに相手がどういう、まあ、喜怒哀楽どういう状況でその言葉を僕に話しかけているのかっていうのを多分認識しながら、あとはアクセントとかですね、例えばね、こうやって「おのりももくしみに」とか「おのりももくしみに」とか言って、こうやって喜怒哀楽つけて言う人ってそんなにまあねいないと思うんですけど、まあ、顔とか表情がわからなければ言葉の力強さですね、おのりももくしみにとか、おのりももくしみにってこうやってアクセントが変わってくるわけですよ。で、まあそういう風にこう言われると、アクセントが強めだと、あ、なんか強調して言ってるとか、アクセントが弱いと、まあ特にそんなに重要なことじゃないのかなみたいな、まあ、こういう風にまあ幼くても判断ができるわけですよ。で、これの本当にもう積み重ねですね。多分ね、今でも察知能力みたいなのは多分持っています。まあ、こんな感じで韓国語は学習しました。なので、本を読んだことはないし、何かをこう書いたことはないです。で、まあそれもあって、僕の韓国語スキルは、そのリスニング、スピーキングは割とできる方なんですけど、そのリーディング、ライティングに関してはもう結構ゴミですね。で、今年どっかのタイミングでトピックっていうね、韓国語能力試験っていうのを受けたいと思うんですけど、まあここもちょっとリスニングは結構、いけるかなと思ってるんですけど、ライティングに関してはかなり自信がないので、ちょっとここを猛特訓したいと思っています。で、次はまあ英語に関してなんですけど、もう英語に関してはマジで皆さんと一緒です。はい、もう今回はね、英語に関してはもう親がアメリカ人とかカナダ人とかそういうわけではなくて、もう僕ら世代はニューホライズンっていうまあね、英語の教科書をやりながら、もうそんな感じですよ。僕高校の時は。フォレストっていう文法本やったりとか、もう皆さんとマジで一緒です。で、まあ一応、まあ、トイック910点、トフライビーティ92点っていう、まあ感じなんですけど、これに関しては、もう完全にその純ジャパで、留学経験もなしでって言ってたら、まあちょっとかっこよかったんですけど、まあ一応カナダにですね、1年間だけ、留学に行っております。まあそうですね、やっぱ一番大きく伸びたのは、そのカナダ留学に行ってたおかげってことなんですけど、で、カナダ留学に行ってた時っていうのは、僕が大学2年生の時なんですけど、1年間大学を休学して、カナダに行ってました。なので、その大学の交換留学とかではなくて、カナダにある語学学校に行って、その語学留学って形で行きました。まあ、なのでその学生ビザで行きましたし、向こうで働いた経験っていうのはないです。語学留学行って何をしたかっていうと、 TOEFL のコースを受けたりとか、あとはビジネスディプロマとか、あとはテストルっていう、なんか英語を第二言語としている人にその教える授業みたいなのがあるんですよ。で、それの、まあ、言っちゃえば、まあ、先生になるための授業っていうんですかね、を取り終えて終わりました。僕が特にカナダ留学で決めていたことがあって、それはもう本当日本語を話さないってことですね。僕、まあ、バンクーバーに留学してたんですけど、本当にアジア人が多いんですよ。なので、まあ、逃げようと思ったらいくらでも逃げられる環境にあったんですけど、もうとにかくもう日本語は話さないっていうふうに決めてましたね。もちろんね、日本語はもちろん全くゼロではなくて、いっぱい話してはいたんですけど、周りにいた友達もすごい理解のある人たちばっかりで、そのまあ英語を一緒に積極的に話そうっていう人が多かったので、結構その僕が自分に課したルールっていうのは結構守れていたような気がします。で、英語に関してもこのカナダ留学っていうのを除くと、他に何をしたかってことなんですけど、留学に行く前にオンライン英会話を毎日50分3ヶ月間やっていました。オンライン英会話に関しては大学1年生の時にやってたんですけど、もう飲み会があろうが、もうなんか眠かろうが、本当に毎日50分とりあえず3ヶ月間を毎日受けていました。あれでかなり変わりましたね、正直。1ヶ月目に関してはもう聞いてなんかちょろちょろっと返すだけみたいな、本当にその僕が韓国に幼少期に行った韓国みたいな感じですね。その本当に聞きまくってその言ったことをそのまま返すみたいな、そんな感じでしたね。で、うわーもうなんかもどかしい、全然できるようにならないよみたいな感じだったんですけど、まあ、2ヶ月目に入ってようやくちょっとこう自分で考えてなんか話せるような感じになったのを覚えています。3ヶ月目になったら一旦まあ簡単な単語であればもうどんどん瞬時に言葉が出るようになってました。まあよく留学でも言われてるんですけど、3ヶ月目からめちゃくちゃ伸びるみたいな。
3ヶ月も毎日50分やってると、まず言葉聞くようにはなれます。これ誰がやっても僕そうなると思ってます。なのでおそらく言語を、もっと話せるようになりたいなと思う人が見てると思うんですけど、で英語が話してるようになりたいんだったら、まずもうオンライン英会話とりあえず3ヶ月間毎日やってください。何があってもです。もう雨が降ろうが雪が降ろうが、もう眠かろうが、遊びに行く予定があろうが、もう本当に3ヶ月間毎日一旦50分やってください。そしたら必ず変わります。でまあこれ本当に留学行っても結局やることは同じなんですよね。単純にその日本語を遮断できる環境に恵まれるようになったっていうだけで、あとは結局自分からその英語を聞きに行かないといけないし、英語を話さないといけないんで、それも強制的に日本で環境を作っちゃうってことですね。本当におすすめの方法です。で留学が終わって日本に帰ってきてから、もうしばらくその英語を話さない期間があって、もうすごいその英語力が落ちちゃったんですけど、まあ、最近になってまたこうね、あのオンライン英会話僕も始めてます。 DMM 英会話っていうのをやってるんですけど、過去他にもね、あのレアジョブとか、あとはね昔、超昔あのぐんぐん英会話っていうのがあったんですけど、まあ、そういうのもやってたりしましたね。でちなみにそのぐんぐん英会話っていうのは毎日、あの当時3ヶ月間やって毎日50分やってたんですけど、1日2レッスンやってて、その1レッスン分100円みたいな、で1レッスンかけ2なんで1日200円で50分話して30日なんで、もう本当1ヶ月6000円で毎日50分話すっていう、もう最高のプランだったんですけど、もう今はそんなとこどこ探してもないですよね。はい、とまあ本当正直どこでもいいっすよ。今もう当時に比べてね、オンライン英会話めちゃくちゃ増えてるし、まあもうレアジョブしかり、 DMM しかり、あとまあキャンブリーとか、まあ、ネイティブキャンプとか、まあいろいろあると思うんですけど、本当もうまあ何でもいいと思います正直。まあコスパよく行くんだったら、まあレアジョブとか DMM とか、まあ、この辺がいいんじゃないかなと思います。まあ、何をもってコスパがいいとするかにもよるんですけど、まあ、一旦はもうその向こう、もちろんいい質の英語を聞けばそれだけ話せる、アウトプットできるようになる英語の質も上がっていくと僕は信じているんですけど、一旦まずはもう質とかどうでも置いといて、どうでもいいんで、まずは英語を話す機会、アウトプットする機会を作る、これがもうベストですね。なのでそういった観点でいくと、毎日まあ25分話すプランっていうのがまあ一番初めには現実的かなと思うんですけど、25分あたりの料金が一番安い英会話スクールを選ぶのがいいかなと思っています。それで言うと、まあレアジョブ、 DMM あたりが僕はいいんじゃないかなと思っています。まあ、最近いろんな YouTuber の方があのキャンブリーのね、あのプロモーションをしていると思うんですけども、まあ、キャンブリーももちろん素晴らしいと思います。ただ、まあ、ちょっと若干高めかなっていうふうには思います。まあ、その分ね、いろんな国のネイティブの人と絡めるので、まあいいと思うんですけど、まあ、お金がないんだったらレアジョブ、 DMM あたりが一番コスパがいいのではないかなと僕は思っております。はい、でまあちょっと最後になるんですけど、まあもしね、今の自分が、まあ、日本語しか完全に話せない状態だと仮定しましょう。でその韓国語、英語を日常会話レベルまで話せるようにどうやったら持っていけるかっていうのをちょっと自分なりに、考えてみました。まあ韓国語、英語どちらも言えることに関しては、とにかくもう本当にアウトプットをしまくるって感じですね。話す機会がないと絶対話せならないので、これはまあ大前提ですね。でそれぞれ細かく分けていきたいんですけど、まず韓国語に関して言うと、もうとにかくいっぱい、K-POP とか、まあ、映画とかを見るのが僕はいいかなと思います。というのも言語学習ってそう面白くないと長続きしないんですよ。で特にまあ日本に住んでるって場合には、まあ、その積極的に外国語を習いに行かなくても、まあ、一応生活ができちゃうわけですよね。なのでモチベーションがないとちょっと難しいと思うんですよ。まあ、それに関してその韓国語で言うと、やっぱりまあ言っても K-POP とか K-ドラマ、あとはまあ韓国料理とかね、この辺が一番大きなフックというかね、こう韓国語学習と自分を近づける橋になってくると思うので、まあこの辺から入ってみるのがいいと思います。まあ、ちょっと宣伝になっちゃうかもしれないですけど、まあ、僕のチャンネルを見てもらうのがいいかなと思います。普段ね、あの韓国語 Vlog みたいなのをこう発信してるんで、それを見ながらあのインプットしてもらったり、他のいっぱい韓国人 YouTuber の人もいるんで、そういう人の動画を見てインプットするのがいいと思います。でまあ一旦そこで、インプットをたくさんしてもらって、であとはまあアウトプットに関してなんですけど、これに関して本当に日本語がちょっとでも分かる韓国人ともういっぱい話す練習をした方がいいと思います。で完全にそのもう日本語が分からない人と話すと、どっちもちょっと会話にならない可能性があるので、あの日本語がちょっとでも分かる韓国人と話した方がいいです。でもアウトプットできないよって人は、まあ、僕のツイッターでもインスタでも何でもいいんで、一旦ちょっと連絡してもらえたら、最初のうちはね、あのそれ返していきますと、まあ、それをライティングの機会に使ってもらってもいいし、まあ、あとその話す機会として本当に人がこうね連絡が来るようでしたら、まあ、何らかの形でその場を設けたと思います。今オンラインでできるようなね何かを設けたと思っております。なのでもう最悪ね、本当に場所がもうどこも見つからないよって人はね、僕連絡をしてください。絶対その韓国語に関してはもう上手になります皆さん。なんでかっていうとですね、韓国人も特にまあ K-POP アイドルとかの
ですけど、まあ、彼ら日本語を上達するのめちゃめちゃ上手い、早いじゃないですか。上手いし。で、その韓国人に、できることって絶対日本人もできるはずです。韓国人だけその言語を習得スピードが速いとかもう絶対ありえないです。どの民族の人、どんな人でも必ず勉強すればできるようになるだけです。ただ、韓国の人は本当に仕組みが多分出来上がってるんでしょうね。こういう風な日本語レッスンすればもっと早く上達するっていうのが多分、もう何年も前からずっとその教えてる人がいて、その、もうね、モデルがいっぱいあるんで、経験値が多分高いだけだと思います。で、英語に関して言うと、英語はもうまずはオンライン英会話。もうとにかくオンライン英会話です。なんでオンライン英会話を進めるかっていうと、一体一人で始められるかなんですよ。いっぱいね、日本には外国人の方たくさんいるんで、街に出たら外国人に話すこともできるし、会うこともできるんですけど、これむちゃくちゃハードル高いです、正直言って。特にあなたの性格がシャイだった場合、もう終わりです。はい。一言も話せずに一日終わってしまいます。なので、オンライン英会話。もうね、これに関して言うと、お金払ってから、向こうがもう話しかけてくれるんですよ。だからそれを聞いて、もう答えるだけ。これでいいんですよ、一旦最初は。何でもいいん、とりあえずじゃあ、1ヶ月それを続けてみてください。そうすると、あなたの英語が確実に変わります。これ僕保証します。ただ、本当に毎日やってください。どんなに言葉が出なくても、もう何もわかんねえよって思っても、とにかく続けてください。これにつきます。で、だんだんその英語が話せるようになってきたなと思ったら、何か一冊本を決めて勉強してください。あるいは、もうそれがもう本なんてうぜえよと思ったら、もう YouTube で海外の人の動画を見まくってください。どんどん本当にインプットの量をもう鬼増やす。で、インプットの量を増やすについて、それに比例するようにアウトプットの量も増やしてください。アウトプットの量を増やすっていうのは、そのオンライン英会話で単純にその時間を伸ばしてもいいし、あるいはハロートークっていうアプリとかもあるんで、今度はライティングしてみて発信してみたりとか、で、外国人の友達がいたらその人に対して話しかけてみるとか、どんどん増やしてください。で、またここで困りました。僕には友達がいません。どうしたらいいですか？僕に連絡をしてください。僕に Twitter や Instagram で連絡をするか、もう YouTube のコメント何でもいいです。これに関しても何かありましたら僕何らかのリアクションをします。なので何でもいいので、皆さん、自分で一歩動き出してみてください。もうダメだったら僕が最悪相談乗ります。はい。友達もいない、シャイだ。もう僕に連絡をください。まあね、ちょっと投げやりな気持ちでその連絡されても僕もちょっとね、困るんですけど、本当にどうにかしたい。何か少しでも、機会を得たいっていう人はもう僕に連絡をしてください。何らかの対応します。本当やっぱね、もう楽しく勉強するのが本当に一番なんですよ。なのでこの動画を見ている人だけにも少なくとも分かってもらいたいんですけど、もう発音中とかもう文法中とかやめませんもん。なんか分かるんですよ、僕もそのやっぱり間違えたなと思ってやっぱ気になってしまいます。どうしようそこは。あ、今これ R じゃなくてこれ L だよとかね、今日文法間違ってみたいな、ここ系じゃないじゃんみたいな、あると思うんですけど、断念を伏せていただけないでしょうか。本当にやっぱり日本人の方ってすごい真面目な人が多いし、やっぱ求めてくれるレベルがすごく高いので、ミスを一回見てしまうとそれをスルーできないって気持ちは分かります。ただそれをどうにかちょっとだけ目を伏せていただけないでしょうか。本当に僕からのこれお願いでもあります。それはもちろん、ね、そのプロとしてやってますみたいな、それでお金をもらってますって人だったら僕は当然それはもう直すべきだと思うんですけど、その話せるようになりたい、こうやって話す機会をたくさん増やしてる、いっぱい発信をしてるという人にはどうか温かい目で応援してあげてください。細かいことでその指摘し合うみたいな文化本当に嫌いなんで、僕はみんな英語話せるようになりたいとか韓国語話せるようになりたいっていうその目標は皆さん同じだと思うので、どうか、そこは皆さん本当にお互いを励まし合ってやっていきましょう。で、少なくとも、僕のチャンネルを見に来てくれて、こう学習を頑張りたいって人には本当にそういう温かい雰囲気で迎えたいと思いますので、どうか本当にそういう人が集まってくれたら幸いです。逆にその指摘したい、もう指摘したいぜ俺みたいな人はもうどうぞ他のチャンネルに行ってください。たくさんそういう人、ネイティブの人とかいるんで、もうどうぞそこでやり合ってください。僕はあくまでも、結構多分初級中級者向けになるのかな。うん。僕の動画とか、僕の動画で話す韓国語とか英語っていうのはどう考えても、初級者向け、中級者向けとかになってくるので、本当にそういうもう上級、もうネイティブ目指してバチバチやりたいぜみたいな人はもうどうぞ他のチャンネルに行ってください。まあね、こんな感じでちょっと後半熱くなってしまいましたけど、僕がもし今から言語学習を始めるならば何をしていくかっていうのをまとめて話してみました。少しでも参考になったよって人は、高評価、またチャンネル登録の方お願いします。普段僕は韓国語 Vlog 系の動画が多いんですけど、こういった言語学習の動画だったりとか、海外系の動画も上げていくんで、よろしければ、please keep watching って感じです。はい、それでは、本日の動画はここまでとさせていただきます。皆さんでは次の動画でまたお会いしましょう。バイバーイ。